おはようございます。1月20日、金曜日、コスタリカからサンホセからパナマシティに向かいます。15時間のバス旅、トーマス君と一緒にいます。こんな感じのバス、すごい豪華だけど LED がとても目に刺さります。痛いです。そんな感じで今ティカパスバスターミナルから15時間かけて、向かいたいと思います。ではでは、ピース。混んでます。中は半端なく寒い。このバスです。こんなところで休憩です。このシステム、これは一等バスなんだけど、これタイヤが空気、自動で空気を入れてくれるシステムになってます。こうやってパンクをさせといた隙に強盗に襲われるというのが主流らしいんで、こういうシステムになってるらしいです。こんな感じ。半端ない煙が上がってる。すげえ火事だ。コスタリカ出国手続きして、これからパナマ入国です。まあ着いたんだけど、こんな感じ。パナマの新市街すごいね。してもバースに15時間のかなりエアコンガンガンすぎて喉が痛くなっちゃって、ちょっとこんなの良くないね。いや、あっちもすごいね。パナマなんか今までの街とはまだ全然違う感じが、すげえ都会な感じだね。でっけえデパートかと思ったら、ブランド物でしたね。グッチ、カルチェ、エルメス、すごいね。こんなところにこんな格好しちゃっていいのかなって感じ。とりあえず来たん入ってみたいと思うんですよ。パナマちょっと違うね。パナマのすごく高級なショッピングモールってな、もうこんな店で、このシシエクスプレスってところ、こんな感じで、こんなところで今日は昼飯を食べたいと思います。